こんにちは、久保です。キングコングのお土産の話ね。ありましたね。で、吉田さんが言われてたのは、その変化をして進化をして生き残っていくみたいなね、進化論を基本にした考え方で、これ結構ね、人の胸を打つんですけども、もう一個ね、別の考え方があるんですよ。それは創造論です。で、それはね、例えば暑い地域に生き残ってる生物ってのは、だんだん暑さに耐えれるように進化したわけではなくて、もともと暑さが強い生物だったってことなんですよ。で、暑い地域にいた暑いのに苦手なやつはすぐ死に絶えたんで、暑いのに、耐性があるね、平気なやつしか生き残ってないから、そういうふうに見えるっていうふうな考え方なんですよね。だから変化したわけでもなくて、もともとそうだったっていう考え方もあるんです。これがだから才能論なんですよね。もともと持って生まれたものがあるとかね、そういったことも考えられるんですよね。おそらく自分では無理なんだなっていう人はこちらの方に近いんじゃないかなと思うんです、想像論にね。だから私も、だからネットビジネスとかっていうのがあって、まあ麻雀店よりはうまくいったと思うんですけども、それはもともとネットビジネスに能力があって、麻雀いくら頑張っても麻雀に能力がなかったっていう素養の問題なのかなっていうふうに考えられなくもないかなっていうことなんですよね。だから私は100人タレントですけども、100人ぐらいの心をつかむような動画は発信できるってことだと思うんですよ。ただ対面で会うような人に対してはそれほどの影響力がなかったのかなと。だから画面を通じてのね、私の力なのかなと思うんですよ。だから私がたまたまこの YouTube のない時代とかに生まれたら、映画スターにならない限りは、100人並みの選手だったのかなと思いますしね。で、環境が大事だっていうこともありますけども、環境が本当に大事なんだったら、日本にいる時点で環境は整ってるんで、みんな成功するはずなんですよ。日本は本当にね、水道もあるし電気もあるし、何不自由なく文字も読めるしやっていけるんですよね。だからちょっと工夫するだけなんですよ。この工夫の話はもうちょっと後で言いますけどもね。だからちょっと工夫するだけです。でも発展途上国とかに行くと、もしかしたらね、工夫の力じゃなくて腕力、暴力、力、声の大きさ、こういうものが支配するかもしれないんですよね。で、そうなったら日本で能力が高い人は発展途上国では全く役に立たない人になるっていう可能性もあるんですよ。ですんで、ここで工夫っていう問題がね、また出てきますけども、後で話しますって言ったことなんですけども、そのIQ ってのは高い人がうまくいくとか低い人がうまくいくとかなくて、でも基本的には高い人の方が有利なんですけども、周りにいる人がどうなんだっていうこの相対関係によって生まれてくるんですよね。だから自分の IQ が80でも周りの人が75だったらそれで OK なんですよ。自分の IQ が75でも周りの人が74だったらそれで OK なんですよ。しかもその IQ ってのは分野分野に分かれてますから、例えばね、麻雀っていう分野だと私は勝ち目がなかったかもしれませんけども、 YouTube っていう分野だったら結構勝ち目があるのかなっていうところで、自分は何も変わらないのに、どこの水を飲むかによって勝ったり負けたりするっていう状況が訪れてくるのかなと思うんですよね。で、人は追い詰められないとできないって言いますけども、いや、追い詰められてもね、できないですよ。もともとの素養がないわけですから、という考え方もあるんですよね。で、本当に追い詰められればできるんだったら、借金で破産する人っていなくなるんですよね。だって借金でずっと追い詰められるわけじゃないですか。追い詰められて、追い詰められたらできるはずなのに追い詰められて終わっちゃうわけですよね。ってことは、追い詰められてもダメってことなんですよ。追い詰められても素養のないものは伸びないし、追い詰められなくても興味のあるものはできますしね。で、ちなみに麻雀店が繁盛店で世界ナンバーワンだったらどうだってことなんですけども、私はね、そのぐらいの力があったら、多分テレビの取材、マスコミに追われて、インターネットどころではなくて、多分地上波で有名人になってたんじゃないですかね。だから地上波に出る場所がないと、そこに勝ち目がないと思うから、インターネットの世界に逃げ込んできたっていうのが、正直なところなんで。だから地上波とかね、いわゆる一般メディアで、既存メディアに対してもう影響力が持てるわけがないよっていうふうに諦めてる方は、インターネットをやればいいんじゃないですかね。大体ね、知らせる力で全部勝てるんですよ。有名になれば全部勝てるんですよ。ただ有名になるためには、人に知られるためには、どっかに出ていかなくちゃいけない。それがだからアウトプットってやつなんですよね。で、アウトプットが少ない人に有名になりようがなくて、有名にならなければ物が売れるわけないんですよ。信頼されないんで。有名になればなるほど信用されますから。で、有名人になったらね、詐欺をしてももう一回信じてもらえるんですよ。で、そういうことって結構あると思うんですけどね。ある人がね、暗号通貨で当たるぞとか言って全然当たらなかったんですけども、相変わらず人気者っていう人がいますよね。そういう人もいるんで、だからね、有名になってしまえば、結局は美点だけ取り上げられて、で、汚点っていうかね、失敗を好意的な解釈をされるように変わってくるんですよね。いやー、映画って本当に面白いですね。それでは、いってらっしゃい。